それでは、長野市における新型コロナウイルス感染者の、11人今回、確認をされておりますので説明をさせていただきたいと思います。はい、今回もですね、関連の部分が飛んだりしておりますので若干見にくくて恐縮ですけども、大きくは、これまでの感染例との、濃厚接触等のですね、関連が分かっている方と、現時点では、県外また市外へ出ておらず、また具体的なですね、感染経路について今の時点で推定できる状況がないという、大きく2つのパターンに分かれるというところで、あります。115例目、116例目については、県外市外へは出ていないということで、この2方についてはいずれも PCR 検査センターでの検査ということで結果が出ております。117例目と118例目はもともとの96例目長野市の96例目の方の濃厚接触者ということで検査を行っておりまして陽性が判明をしております。119例目の方については102例目の方のですね、濃厚接触者同居以外のところでの濃厚接触者ということで検査を受けて陽性ということで確認をされております。120例目の方は、この方はですね、市外には出ていらっしゃらないということですけども、102例目の方とですね、接触があったということで濃厚接触ではありませんでしたけども検査を行ったところですね、陽性が判明をしてございますので、この方も102例目との、広い意味では関連というふうに捉えることができる可能性がありますけども、その他の行動歴についても確認をしているところであります。121例目の方はですね、107例目の方の濃厚接触、同居の方ということで検査を行っております。122例目につきましては105例目の方の濃厚接触者ということでこの方も同居の方ということになります。で検査を行っております。123例目につきましては105例目等というふうにありますけれども昨日会食における集団発生が見られたということでそこの関係者が複数いらっしゃいましたので、105例目等というふうに書いてありますけれどもその、集団全体を捉えてですね、そこでの濃厚接触者ということになりまして、昨日 の、 関連で申し上げますと105例目等の関係者がいらっしゃった施設の利用者ということになります。123例目は利用者ということになります。124例目と125例目の方については現時点で、県外にも出ていらっしゃらないということで、ありますので調査中ですけれども、ただ125例目の方に、ついてはですねこの方ご自身は、県外に出ていらっしゃいませんけれども11月13日というところをご覧いただきますと、115例目の方がですね先行して感染が分かっておりまして、その方の濃厚接触者として検査を行ってございます。今回はこういった状況で表の形式になっておりますので、この表をご覧いただいてですねまた全体を捉えていただければというふうに思います。右側のですね濃厚接触者調査中というようなところもありますけれども現時点で不特定の方との、濃厚接触を懸念する状況ではないというふうには考えておりますけれども、引き続き調査を行ってですね、確定していきたいというふうに思っております。それでは私から以上になりますのでご質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いいたします。
信濃毎日新聞の稲田真です。よろしくお願いします。今ご説明あった飲食昨日 の飲食店の関係で123例目の方がこう利用者であるというご説明だったんですけれども、それは昨日お話のあった28人、利用客として挙げられてた方の中のお一人という理解でよろしいんでしょうか。はい、利用者の一人ですけれども、利用者の方のですね、人数については、その後精査をしたところですね、全体で32人ということで、数字が少し確認している数字が変わっておりますので、まずそこを変更させていただきたいと思います。利用者32人ですね。その中で現時点で感染が判明している方は、今日のお一人と、それから昨日でしたかね、93例目の方がいらっしゃいます。その他に県の方で発表されております424例目の方が、この、飲食店を利用していたということでお聞きしておりますので、利用客としては32人、そのうち検査で陽性が判明している方が3人ということで、今のところ確認がされております。分かりました。そうしますと残りといいますか、その32から3人引いた29人ですかね、は今検査中ということなんでしょうか。そうですね、検査中、検査の調整中というご理解でお願いしたいと思います。現在のところ症状がある方っていうのはいらっしゃるんでしょうか。そうですね、これまで確認しているところではありませんけども、仮にですね、こういった濃厚接触者の聞き取りの中で症状が出てくればですね、これはもう検査の調整中というよりは早めに受診等をお願いすることになりますので、今時点ではそういった状況まで私の方で細かくは把握しておりませんけども、検査に向けて調整をしているところだというふうにご理解いただければと思います。利用者の方が、28から32人ということで、これはその聞き取りの中で、精査してみたら名前が上がってきた方がいらっしゃるという、そういうことですか。というより私どものですね、名前のこう整理をする中で人数がこう確認されたということですので、事務的なというか私どもの中の、作業整理をする中で、32というふうに捉えているということでご理解いただければと思います。分かりました。そうしますと、念のため確認ですが、ここから利用者の方がもっと増えて、こう、不特定とは言わずとも広がる恐れというのは今のところないと考えてよろしいですか。この32人以外の方についてですね、これまでいただいている情報ではこのような状況ということですけども、もちろん、この当事者の方々がですね、他にもこういう方がいらっしゃるということは、今後も可能性としてはですね、今後可能性としては、あるかもしれませんけども、現時点では、この方々ということで、捉えておりますので、まずはこの方々からの感染確認というところをですね、しっかり進めていきたいと思っております。すみません、あともう一点なんですけれども、今回10代 の方がお二人含まれていて、昨日長野市の教育委員会さんの方から中学校2校 の休校 の発表があったんですけれども、 その関係のお二人という理解でまずはよろしいでしょうか。私どもとしてはですね、感染者の方の、プライバシーに関係する部分については控えさせていただいておりますので、私どもの方からそういったことについてコメントを差し上げることは控えさせていただきたいと思います。今一応同じ市で、市教委さんの方での発表と、市保健所での発表というところで、整合してする必要があるのかなとも思うんですけれども、そこは答えられないのはどうしてといったら。整合という意味がですね、これはいろいろあると思いますけども、私どもとして、感染が確認された方がこういう方、しかし、その方の特定であったり、またプライバシーにですね、踏み込むような、ことについては、避けなければいけないというですね、そういった立場で、情報を提供させていただいております。
まあ、片方で学校全体として、まあ、休業というですね、まあ、これはどの方が感染者ということではなくて、まあ、学校として地域に影響を与えることについてはですね、休業という事実をお伝えするということで対応されているというふうに理解をしておりますので、それでそれぞれの役割を果たしているということで整合は取れているというふうに理解しております。じゃあ こちらの考え方で、まあ、それぞれの、ご発表を踏まえて、整理をさせてもらってよろしいということなんでしょうか。皆様方がその2つの情報をどのようにですね結びつけたり、またそれをこう表していくかということについては私どもが関与する部分ではありませんけども、くれぐれもその感染者の方が特定されたり特定に近いような状況になってですね、まあ、それが、誹謗中傷であったり、それはこの、感染者ご自身であったりご家族であったり、また学校に対するですね、まあ、誹謗中傷ということにつながる可能性があるということは十分にご配慮いただいて、取り扱っていただく必要があるというふうに考えております。配慮しながらと思っています。市教委さんの方で濃厚接触者の特定にですとか調査について3日間程度やる必要があるということで休校のお話があったんですけれども、この個々の学校がどうのということではなくて、現状でその今調査というのはどれぐらい進んでいるのか、例えば何人ぐらい の濃厚接触者の方がいそうなのか、一応その学校という機関ですので、関心も高い部分なので分かる範囲で教えていただければと思います。はい、まず私どもの情報としてここにリスト化されている方々が学校かどうかということはそもそもコメントをする立場にありませんので、今のご質問にはですねお答えができないということでご理解いただければと思います。じゃあそれの続きについては、じゃあ市教委さんを通してお聞きをするしかないというそういうことになります。学校教育サイドの情報提供についてはそちらの方でお尋ねいただければと思いますけど、私どもとしては、感染が分かった方の年代や、状況等をお伝えをする中で、当然濃厚接触者も、記載をしてですね、この方々について追跡をしていくということであります。あと仮にですね、これは一般論ですけども、学校というところは基本的には接触している方々は特定できている場面でありますので、そういう意味では保健所としてはですね、疫学調査というのはやはりその特定できているというのは一つの、特徴というか利点としてですね、扱いやすいのではないかということは捉えておりますけど。わかりました、ありがとうございます。長野放送の宮入と申します。11人の方無症状病原体保有者の方を除いて、重症と中等症に当たる方っていうのはいらっしゃるんでしょうか。はい、いずれも軽症または無症状ということであります。で加えて濃厚接触者以外の方のですね、感染県外市外には出ていないという方の感染もおよそ半数程度いらっしゃる中で、すぐにはこの皆さんに関してはすぐには感染経路が特定できないということだと思うんですが、そういう方がまた増えているというか、そういう印象としてはどういうふうに受け止めていらっしゃいますでしょうか。そうですね、絶対数というか、今回も11人ということで市としてはやはり高いレベルの人数だというふうに受け止めておりますけれども、その中で、今回でもですね、全く疫学的なリンクが現時点では不明な方もですね、3人4人でしょうかね、今回ありますので、そういった意味ではやはり、一定程度どうしても感染リスクの行動、具体的な行動場面がですね、分からない方がいらっしゃるというのはこれまでも4月当初からありましたけども、
やはりこういった方がいらっしゃるということは、我々としてもですね、感染の広がりについて十分、確認をしたり、濃厚接触者を捉えたりということをですね、しっかりやっていかなければいけないというふうには認識しております。ありがとうございます。中日新聞の奇跡と申します。昨日の会所、飲食店の、感染の広がりの関係なんですが、先ほど28人から32人に利用者の方の人数を訂正なさったかなと思うんですけれども、昨日の会見ではこの29人の方々は 会食をされていたというようなご説明だったのでしょうか。32人に増えた皆さんも同じ場で会食をしていた皆さんということになるのか、それともバラバラの利用者さんという意味なのか、どのような状況だったか教えてください。はい、32人合計になりましたというのはですね、昨日ご説明申し上げた通り、この場所で2回にわたって会食が行われていた、その、利用者というか参加者ということになります。全員が一堂に会したというわけではなくて、2回にわたって参加された方の合計が32人という理解でいいですか。はい、おっしゃる通りです。あと先ほどの、学校の件なんですけれども、プライバシーに近づくのでということをご説明あったかと思うんですが、例えば学校内で感染が広がって、いわゆる5人以上のクラスターのような状況になった場合も、市の方からその辺は学校内で感染が広がっていますというようなことはご発表は今後もなさらないでしょうか。現時点で5人以上というふうなですね、基準を持ち合わせておりませんけども、これまでと同様にですね、具体的にこう感染リスクとして、これは市民の皆様にお伝えすべき状況があると認められる場合にはですね、ある程度こう場面を特定してお伝えしていく必要があるというふうには考えております。先ほどその学校だとある程度特定ができるので保健所としては扱いやすいとおっしゃってたと思うんですけど、それは一般の方にはそんなに感染のリスクが広がらないと考える可能性もあるんですか。申し上げません。そういう意味ではなくて、これは今回のケースとは別に一般論ですけども、学校 の、方がこう感染として一人見つかった時にはですね、その方が学校の中でどういう方々と接触しているかっていうのは、もちろん学校にいる方がもう接触者としてありますし、仮に外部から来訪者がいればですね、それは必ずどういった来訪者っていうのも特定できておりますので、私どもが濃厚接触者の範囲を決めていく上では、学校という場所はですね、そういった調査がしやすいという意味で申し上げただけでありまして、感染の拡大がそんなにはないでしょうというふうに考えているわけではありませんので、そこは誤解なさらないようにお願いしたいと思います。分かりました。そうすると学校内で感染者が広がってきているような状況があれば、そういったこともお伝えいただけるかもしれないというようなことでよろしいでしょうか。これで濃厚接触者を特定してですね、健康観察や検査を行っていく中では、当然何例目の濃厚接触者で陽性になりましたというような形でお伝えしていくことになると思いますので、そういった中で先ほど申し上げた通り、感染のリスクとして市民の皆さんにお伝えするような状況があればですね、そこをある程度こう集団的な感染としてお話をしていく必要はあるというふうには考えております。すいません、 NHK の吉田と申しますが、今のちょっと質問に関連して、その市民に伝える必要があると認められる場合には、お伝えをしていくっていうことで、今のところその基準を持ち合わせてないっていうのは前置きもあったんですけど、どういう場合であればその伝える必要があるっていうふうに考えられるんでしょうか。現時点で私どもの方でですね、基準として5人以上といった数字は我々の今作成している基準の中には、ありません。で、こういった状況はですね、本当に
一律基準で全てを決めるわけにいかないということがありますので、今回のですね感染症の発表基準にも、保健所長が必要と認める場合といったですね、柔軟に対応できる記載もありますので、今回のこのコロナウイルス感染症という特性と、実際の感染の状況を見てですね、やはりこれは必要と認められればということで、ある程度その裁量の中で判断していきたいと思っております。なんか現状こういう場合だったら出さなければいけないっていうお考えはあるんでしょうか。先ほど申し上げた通り、やはり人数がある程度ですね、具体的に感染者が確認をされ、またその感染のリスクとしてこういったところに少し課題がありそうだといったことなんですね、分かってくればそれはやっぱりお伝えしなければいけないというふうには考えております。ABA の川上と申します。ちょっと細かい点ですが何点かお聞かせください。この32名の方はその昨日の会見とか説明ですと11月上旬に2回ほどあった会食の参加者ということだと思うんですが、ごめんなさい、この2回というのは2回とも参加しているという意味ですか、それともいずれか1回でも参加しているという意味でしょうか。後者です。どっちか1回、参加しているとこの32人は入っているということですね。おっしゃる通りです。ちなみにこの店にはこの会食以外で例えば利用客の方がいらしたか否かということと、そういう方々についてはどういった扱いになっているかというあたりいかがでしょうか。その2階以外のですね、この店舗の営業については、感染対策がしっかりと取られておりますし、そもそも、こういった3密状態ではないということを確認しておりますので、私どもとしては現状ではこの2回にわたっての3密状態での会食ということで、ここを濃厚接触としてですね捉えております。それと122例目の方の濃厚接触の方がかなり人数多いですが、これはどう理解すればよろしいでしょうか。現時点ではその関係性まではですね控えさせていただきたいと思います。少なくともこの辺り中に症状のある方いらっしゃいますか。現時点で私が承知している範囲では緊急的な何か受診が必要といった状況の症状までは聞いてはおりません。はい、わかりました、ありがとうございます。SBC の柳沢と申します。115例目と125例目の関係性とかってあるんですかね。115例目と125例目の関係性、濃厚接触者ということになります。なんかその他同居してるとかっていうのはありますか。同居の関係です。わかりました、ありがとうございます。